和田合戦。鎌倉の市街地で大規模な戦闘が繰り広げられました。鶴岡八幡宮へまっすぐに伸びる若宮大路は戦いが起きた場所の一つです。御所を目指す義盛の進攻を泰時らが食い止めました。主戦場となった由比ヶ浜、三浦義村をはじめ御家人たちの裏切りにあった義盛はこの場所で最後の時を迎えました。由比ヶ浜近くにある和田塚は和田一族の亡くなる